はい、皆さん、こちらシスです。というわけで5週目やっていきましょう。4週目のね、最後に使ってほしい主人公アンケートを取りましたので、早速その結果発表いきましょう。アイシャ49票、ジャミル25票、シフ30票、ツフ15票、バーバラ14票。アイシャとシフさんが同率1位くらい、そしてジャミルが続いて最後バーバラっていう感じですかね。いやー、アイシャにさ、みんな惹かれすぎでしょ。絶対さ、あの横乳にさ惹かれたでしょ。あー、でもそしたらなぜシフが、あ、胸筋か。いや、今回ね、特徴としましては YouTube からの、投票が非常に多く増えました。投票してくださった皆様、本当にありがとうございました。で、例によってこれはルーレットで決めるんですけども、その前に5週目の縛りプレイ案っていうのも、募集しておりましたので、それをね、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。縛りプレイの方はね、ルーレットで決めてもいいんですけども、まあ主人公が決まった後にその主人公に合う縛りプレイっていうのをちょっと私の方でいくつか選定して実行していこうかなというふうに思っております。まずパーティー、やっぱりあるよね。一人旅シンサルっていうのもあった。あとは裏技系、通常連れていけないメンバー、例えば殿下テオドール、ディアナアルベルトっていう意見も多かったね。あと面白いのが、テオドール、ラファエル、殿下、ディアナのエンディング組でクリアしたらエンディングどうなるのかっていう。あとはね、固有名詞が出てきたのはジャン。主人公を入れない弱い系のメンバーですね、各国兵士を入れるっていうのもあった。で、七足、このあたりはね、多分弱い系 LP3 とかのメンバーのことですよね。あとは地域縛り、バルハラントのみ勧誘とか、南エスタミルメンバー、南エスタミル、ファラとか盗賊って仲間になるんでしたっけ。これやるならジャミルなのかな。で、あとはチームクリスタルシティ、殿下ガラハゲ、女子会っていう意見も多かったね。ただ女子会っぽいことはな、なんか結構一週目とかやってた気もするんだよね。可愛い女の子で埋め尽くそうみたいな。で、女子会って言ってる人がいる一方、人外縛りっていうアブノーマルな趣味を持ってる人もいた。ミンサワで人外の仲間って言ったら、月光、神ドラゴン、他にはディスニーストーン守護者の旅とか、今まで使ってないキャラとかね、そういう意見をいただきました。で、次はね、やり込み系、アイテム購入なし、趣味貯金。趣味貯金はお金一切使えないから、アイテム購入縛りの上位互換みたいな感じですね。他には魔法なし、裸納金。だから納金って人がいれば、さらに裸納金が見たいっていう術禁止の人もいれば、術のみ、逆パターンですね。術のみ、裸術のみ。あ、もう絶対さ、ミリアムとか裸にしてさ、喜んでるの見たいだけでしょ。あ、でも、お前、冷静に考えろ。お前、術師ってさ、ミリアムを想像してるかもしれんけど、あれだぞ、術師って言ったらさ、パト様だからな。お前、パト様裸縛りってさ、ちょっとやばくない？分かってて言ってるのか、それは。で、上級者は、他にもいて、裸靴下縛りっていう人もいましたね。これ上級者っていうかさ、なんだっけ、俺がお姉ちゃんの靴下に異様な執着を持っていたからかもしれない。あとは武器、術なし、素手のみか。素手のみは結構いけちゃう気もするな。回復あるしね。ジャミルで泥棒らしく、武器防具購入禁止。あー、趣味貯金縛りのジャミルバージョンか。あ、これ面白い。逃げちゃダメだ。これどっちだろうね。戦闘からの逃亡禁止か、もしくはエンカウントしないようにこう逃げるじゃないですか、右に下がって。それすら禁止なのか。戦闘から逃げるの禁止だけだったら、別に今まで、ほぼ今まで通りだから、そんなに困らない気はする。エンカウントを避けるのすら禁止の場合、敵が多いダンジョンに、序盤乗り込んだら一気にストーリーが進むので逆に難しくなってるかもしれない、これは。あとは仲間使い捨て縛り、セルフ LP1、 これ何なんだろうね。戦闘中にさ、 LP ダメ攻撃食らってさ、そしたらその仲間どうすんだろうね。もう防御しかできないってことかな。か、そこまでは縛らずに、その戦闘は使えるけど、その戦闘が終わった直後に強制的にパーティーから外して、もう二度と使えないみたいな。あ、でもこれ、
これ地味に難しいのか。頑張ってさ、ひらめかせてさ、技でおっしゃ使うぜって言った瞬間にさ、なんか即死技とかでバシューって LP 減ってさみたいな、俺の準備がみたいになるわけか。これどうなるかわからんって意味じゃちょっと面白いかもしれんな。あとはアイテム、術、技コンプ、これは鬼畜だな。術技コンプはいいとして、アイテムコンプはかなりむずいな。一応ね、別枠で青の剣、取得の方はやっていく予定ですので、まあそっちかな。あとは最小戦闘回数、ひらめき回数縛り、最小致命 RTA ガチすぎる。で他にね、行動系っていうのもあって、罰ゲームの回数引き継ぎ、見なかったのことにしよう。オープニングがシスの歌、見なかったことにしよう。あ、これいいんじゃない。四天王は恐竜でサルインを倒す見てみたくない。要は四天王武器だけでも いけちゃうのか。あ、だから主人公四天王武器プラス恐竜で、みんな変身して倒すっていう。あとはクイックタイムオーバードライブで逆に今まで縛ってた強い技っていうのを解放して新猿を完封してほしいっていう。完封できるかはわからないが、クイックタイムオーバードライブは確かに強いらしい。あとはね、ラファエル抹殺、これはやりましょう。でプレイヤーキッコー縛りいやー黒歴史なんだよな。キッコー縛りの赤い縄を買ったんですよ昔。あれですよね。いやー、ただな、これワイプつけなきゃいけないじゃん。ワイプつけなきゃいけないのはいろいろとハードルが高い。というわけで、皆さんね、面白い縛り案いただきました。で今回選ばれなかったものは、これ面白いんじゃないっていうのを言っていただけたら、6週目7週目以降の、縛り案として採用させていただくかもしれません。というわけで早速ルーレットの票数はちょっとね、全部入れるのは大変だったんで、7で割った数を入れました。なので49票の愛者は7個名前が入っているみたいな形、票数多く入れてもらった人たちが当たりやすいみたいな確率になっております。さあ何が来るか。あ、いっしゃ来た、やっと来た、やっと来た幼女やっていきましょう愛者。じゃあね、早速やっていこうか。愛車 148cm 37kg。 さあそして今回のプレイ方針、いろいろ迷いました。迷った結果決めたのはこちら、テオドール・ラファエル殿下ディアーナのエンディング組でクリアする。もちろん新猿で、新猿倒すためにはややこしいんですけども、殿下を普通に仲間にしてるとアクアマリン取られてしまって新猿に挑めないんですよね。ディズニーストーン10個捧げることができない。というわけで今回はちょっとしたバグ技、裏技を使いまして、愛車編無理やり殿下を仲間にする、連れ回すっていうものがあるので、それをやっていこうかなというふうに思います。でもね、それはちょっと調べたところ、初期イベントをすっぱり飛ばしてしまうような感じもしていたので、最初は初見なので愛車の初期イベントを普通にクリア、そしてその後もう一回セーブデータ戻ってきて、その裏技殿下連れ回しというのをねやっていこうかなというふうに思っております。そしてせっかく新猿挑むのであれば、クイックタイムオーバードライブ解放で新猿をフルボッコにするっていう、新猿完封っていう、いただいたご意見もね採用していこうかなというふうに思っております。他のいただいた意見はね、また次の週6週目以降にやっていこうかな。で最初のスキルクラスかな、愛車は多分、薬草積みがデフォですよね。あー、バルハル戦士強っ、 HP70 はでかいな。これ初期 HP45 とか書いてあったもんね。そう考えると、待てよ、ナイトハルト様と今から会うんだっけ。ナイトハルト様とさ、会う愛者がさ、海賊とかだったらさ、ナイトハルト様とぶち切れて殺しちゃう可能性あるかな。何がいいか。
どうする?薬草罪だと思って話しかけた女の子が実はローザリア重装兵だったみたいなパターン。あーまあまあこれはリセットするからとりあえず強そうなローザリア重装兵で最初だけ進めておきましょうか。屈強な愛者というのもまたそれはそれでいいかもしれない。胸は胸筋、胸は胸筋、やっぱりマルディアス、やっぱりマルディアス北バファル大陸5周目はやっぱり広大な乾燥地帯が広がっている。さあそこに住んでいるのは、ここガレサステップにはタラール族という人々が住んでいる。タラール族ですね。あーなんだこの音楽。そうか、フィールド BGM ってさ、ニザムの孫娘、みんな違うじゃん。愛者、愛者ってどんなんだろうね。娘たちとは違い、草原を馬で駆け回るのが大好きだ。今日も馬に乗り村を出て行く。エロエロ、あの服でさ馬乗っちゃダメでしょ。あ、そういえばさ、人外縛りってあったけどさ、コメントで。あ、もう早速プレイできる。人外縛りってよく考えたらさ、愛者も人外だったね。これ人間じゃないんですよね。タラール族ですからね。いやー、愛者かわいいな。かわいすぎる。そして持ってるのは手斧か。残念ながら適正スキルではないですね。で、どうすんのこれ。マップも持ってないけど、走り回るのが大好き。走り回るのが大好き。お、普通にモンスターいるし。なんか、愛者ってさ、歩き方がさ、ふわっ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 てしてるよね。かわいい。そして、この服。うわー、横乳、裸エプロンなんだよな。横乳っていうか、もう、全部横。横体だからな。え、プレイヤーノートも何もない。あー、カクラム砂漠。そしてこれが、愛者のフィールド音楽。平和すぎだろ平和すぎだろ。これ冒険っていう感じが一切しないんだが。あー、地図は持ってないから、基本的には徒歩圏内にしか行けない。カクラム砂漠、ガレサステップ。でもさ、あんま遠く行っちゃうのはさ、まずいよね。ただいま。君は冒険初心者だね。義勇軍に積んだわ。全くの初心者だね。愛者って遊んでばかりで男の子みたいね。え、いや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 、この体を見て、ああまあ性格はね、おてんばさんっていう感じですもんね。あまり遠くへ行ってはいかんぞ。え、そうだよね、遠くへ行っちゃいけない。戦ってみればいいのかな。あのね、多分さっきね、チラ見した感じだと多分ナイトハルト様が助けに来てくれ、うわ強えなマジで気がするが、何ターンか耐え、待って回復ねえじゃんこれ。待て待て、ちょっと一回逃げよう。いや、回復ないじゃん、これ。厳しくない?カモフラか。いや、待て待て待て。お小遣いなさすぎ。50円しか持ってない。ちょっとさ、おじいちゃんおじいちゃん。孫にはさ、大体さ、孫っていうのはさ、お小遣いもらえるんだよね。おじいちゃん。おじいちゃん、お小遣い欲しいな。お小遣い欲しいな、おじいちゃん。嘘だろ、買えないわ。いやマジこれどうすんの、パパ活しちゃうぞ。いいのかニザム、ニザムいいのか、パパ活しちゃうぞ。どう ?1 時間3万だけど。ステップにもモンスターが増えた。いやー、こうなったらひたすら耐えるしかない。倒しちゃ耐えるんだよね多分ね。耐えるわ。ガラガラ、あ、じゃあ OK、 耐えられる、これ耐えられる。来た来た来た、2ターン目来ない。早く間に合わなくなっても知らんぞナイトハルト様さ、早く来ないと。何してんの今。今頃さ、あれじゃないの、なんかさ、あのディアナ様にさ、付き合ってくれとか言って求婚してる場合。15か。ギリだな。10。来ないちょっ
とディアーナ様に浮気してる場合じゃなくない？これえ違うのこれ。よい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 よ、完全にこれゴブリンに襲われてさゴブリンに襲われてあんなことやこんなことになるやつじゃないのこれ。死んだけど、あ来た来た、遅くない？死んだけど、え待て待て、回復はないじゃん。死んだけど、えあてかナイトワールド強、倒すってこと強。まあミンサ側な、とりあえずな LP さえ残ってればな、戦闘終了後復活しますからね。ムービー入った。あこれ一応重装兵なんす。寝かせて、放置するんか。あ違ったわ。一軒目気がついたか。マラ、ウト、ホーテ、ラヘ。え？アイシャ、ムエ、アメ、カヤキス、カヤキスレビタ。カヤキスレビタ。私のことを知っているのか。喋れるんかい。あ、喋ったっけ？イト、はい。私はカール・アウグスト・ナイトハルト、ローザリアの王子だ。お前たちにはカヤキスの方が通りがいいだろうな。私はこれからクリスタルパレスへ帰るが、お前はどうする？あ、え、どう、え、こ、クリスタルシティに行ってみたい。怖いから村へ帰る。いや、行く。あ、でも、お前、ナイトハルトより身長高えな、おい。ビビったぞ、今。ナイトハルト抜かれたんだが。あー、綺麗な街。いや、ビビるよね。何ここみたいな。いや、完全にこれ事案だわ。これか、完全なる事案だわ。いや、王族という特権階級を使って、幼女をさらっていきやがった。うわぁ。こういうムービー入るんだね。改めて見るとさ、他の国に比べて、ローザリアはやっぱすげえよな。お帰り、お帰りした時にさ、ディアナ様じゃない女の子連れてきてまずいでしょう。なんか言われないのかな、みんなに。誰ですかみたいな。この娘に湯を使わせてやってくれ。また後でな。さあこちらへ。そういえばこういうところのさ、湯ってさ、他の人が洗ってくれるんだよね。ほらね。お湯に入るの？やけどしちゃうよ。大丈夫ですよ。ちょうど良い加減ですから。ささ、早くしましょう。アイシャってもしかしてさ、あのスズメみたいにさ、砂でガタ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 って言って、かわいい。体洗ったりすんのかな。やっぱり変。水は冷たい方がいいな。あ、よかった。砂の方がいいなって言わなくてよかった。そしてすげえサーフィスショットだわ。さっぱりしたようだな。お前絶対覗いたやろ。ディアナ様にチクるぞ。ここが私の父、つまりローザリア国王の部屋だ。質素なものだろう。いや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 、父は病が重く、ここで養生しておられる。養生？
これがシストのものってのお前各国の人にさフルボッコにされるぞマジで。ナイトハルトです。おお、ナイトハルト、今日は可愛らしい客人と一緒だな。その娘はタラール族ではないのか。アイシャです、国王様。アイシャか。第二代のクラウス王がまだ皇太子だった頃、タラール族と協力してステップにいたオングル族を打ち破ったことがある。へえ。その時のタラール族のリーダーがアイシャという名前だった。へえ。クラウスとアイシャは愛し合うようになったが、タラール族にはタラール族としか結婚できない掟があって、二人は結ばれることなく終わったそうだ。そんなのあんの。私知りませんでした。年を取ると役に立たないことばかり覚えているものさ。それでは父上、ゆっくり静養なさってください。ローザリアのことは私がすべて取り仕切っておりますので、ご安心を。頼んだぞナイトハルト、また遊びにおいで。いや、ナイトハルト優秀すぎてさ、なんかすげえ裏がありそうに見えてしまう。優しい方ですね。最近一段と弱々しくなってしまわれた。ところで、俗称のニザムを知っているか。私のおじいちゃんが何か。何？ニザムはお前の祖父か。そうか、ニザムに孫がいるとは聞いていたが、男の子だとばかり思っていた。私としたことが。何その笑い。ニザムのところまで案内してくれ。はい、わかりました。なんだこのノリ。あ、で結局戻るのか。へえ。お風呂覗いただけだったな。ていうか、おお、引き殺したな今。ナイトハルト、シミタゲ、エケ、ローザリア。みんなビビるぞこれは。アダナヘイナ、モテク、ニザム。いや、これはビビるぞマジで。カヤキスレビタよ、よくいらっしゃった。孫を救ってくれた恩人として歓迎しましょう。あ、そうか、一応救ってくれてはいたね。確かに。孫を助けた者を悪魔呼ばわりか、ニザム。何をおっしゃる。あなたご自身がその名を望んでおられるのでは。では悪魔らしく行くぞ。タラール族はローザリアの保護下に入れ。我々はただの遊牧民、ローザリアにとって毒にも薬にもならない存在です。そうかもしれん。だがこの地域にローザリアの勢力が及んでいない部族が存在するのは許されない。それがただの遊牧民であってもだ。ステップもモンスターや盗賊、奴隷商人などが跋扈している。それらを取り締まることもできるぞ。もしも断ったら。カヤキスレビタの名にふさわしい行動を取ることになる。わかりました。あなたの保護下に入りましょう。さすがは族長、賢明な判断だ。ニザム、もう一つある。この娘を私に預けないか。お前そっちメインやろ。クリスタルパレスで立派な教育を受けさせるぞ。それだけはご勘弁を。もしどうしてもとおっしゃるのならば。いや、よい。では帰るぞ。でもアイシャは今喜んでたね。また会おう。はい、殿下。あまり遠くへ行ってはいかんぞ。と言っても無駄か。この村ではお前には狭すぎるようだな。この地図を見て嘘のオアシスまで行ってみるがいい。まずは嘘なんだ。ん、ちょっと待って。ん、ん、なんか やべえやついない、この村に。お前ら大丈夫か。やべえやついることに気づいてるか今。大丈夫か。やべえやついんぞ。どうした。大丈夫？どこか具合でも悪いの？こんなとこで会うんだ。お前は俺を知っているのか。いや、でも全然
長の仲間かもしれんな。知らないのか。一緒に来いようにしてみるか。俺の記憶が戻るだろうか。ドーク仲間になった。これ今結構弱かったからさ、フォーメーション、このアイシャ下でしょ。ダーク守ってくれ。もう族長びっくりするよね。とりあえず嘘のさ地図あげたらさ、よくわかんねえ怪しい男とさ一緒になってるっていうさ、すでにこの街の中で、まずいでしょそれ。まあいいか、ダークさんはね、中身は可愛い女の子ですからね、アルトラですから、まあまあそこはもしかしてこれはユリ展開な可能性すらある。で、嘘に行けばいいんだよね。とりあえず嘘に来たが、お、ホークさんがいる俺の名は仲間にしていくか。とは言っても今じゃ船をなくしまってな。まあな、今何も、あ、てか宝の地図1枚で股間を隠してるホークさんだもんな。じゃあカッパに用はない厳しいな、キャプテン。あ、キャプテンではないかもしれんが、まあ仲間にしといてあげようか。オーケー、仲間になるぜ。とりあえず戦士も入れておこうか。なんかネクタイで目隠してるが。ノースポイントに来て、うわー、トカゲ気持ち悪い。あー、でもなー、アイシャ言いそうに見せかけてやんちゃっこだから爬虫類大好きかもしれん。これでフルメンバーにはなったが、ていうかニザム心配するだろこのメンバー。いきなりさ、マナ娘孫か出てったと思ったらさこのパーティーかよみたいな。完全にアイシャ大丈夫か大丈夫なのこれ。アイシャの身が危険だわ。で、とりあえず母ちゃん岬に来ては見たもののあれ、これもしかしてさ、イベントないんだよな。終わった、初期イベントって終わったのかな多分これ。ああ、調べてきたけど終わってるわ。ナイトハルトと会って終わるんだ。でもさ、これナイトハルト様にもう一回会いに行ってみたいな。あ、今正直にゼロになったわ。何気なく乗ったが、もう帰ってくることはできない。あ、ディアナ様がいる。とりあえず戦士を剥いでしまって、ニザムびっくりだろうな。いや、びっくりしないのかな。やられる、追い剥ぎされる方かと思ってたら、まさか孫娘追い剥ぎしてるっていうね。ちょっとお金だけ71金作っておいて、で、追い剥いで、生き別れの弟を探しているんです。で、ディアナ様を仲間にする。私、ハラール族のアイシャ、よろしくお願いします。お、ナイトハルト殿下知ってる者同士で話がはずむのか、もしくは貴様浮気したなみたいな、若い女にそそのかされやがってっていう三角関係始まる可能性ある。怖え。まあでも、アイシャだもんね。さすがに嫉妬されないよね。どう見ても子供。むしろ、ナイトハルト殿下がアイシャに手出したらさ、それはそれでもう事案だもんね。それはディアナ様、なんか嫉妬っていうか、見限るよね。さすがに殿下のことを。犯罪だもんな。で、メルビルに戻り、あ、ちょっと、体で払おうかな。追い剥いだお金があるから、で、メルビルに戻ってきながら、お、グレーとクロ様がいる。これはでかい。とりあえず、ゲラでいいか。ゲラ外そう。俺の名はグレイ。私、ハラール族のアイシャ。ちょっとイケメン連れて行ったら、俺の名になれるほど、お前は強いのか。いや、自信はない。明らかに今弱いが、伸びしろはある。いいだろう。
一緒に行こう。これでローザリア明らかになったっけ。グレイはさあ知っているか。キタエスタミー、あ、オッケー、クリスタルシティ。私はクロディア。で、クロ様と私、タラール族の愛者。グレイはあんたみたいなおばさんじゃなくて若い子がいいって。こういう女は嫌い。いや、仲良くしましょうか。あまり好きではないの。クロ様マジ可愛いんだよな。そんなのか、そんなの関係ない、ね、いいわ、行きましょう。お、パーティー随分まともになった気がする。できたクリスタルシティ。これ入れるのかな。一応面識はあるわけじゃないですか。アルベルトではなくても入れる可能性はある。むしろディアナ様すらいる。さすがにさ、婚約者いて入れないということはないのではなかろうか。っていうか、むしろ愛者だから。はい、え、話すら聞いてくれない。ダメなんだ、意外すぎる。愛者だったらアルベルトじゃなくても行けたかと思ったけど、そうではないんだね。まあ周りのメンバーあれか。そうだよな、アサシンとかさ、冒険者とか敵国の王女様とかいるもんね。さすがにそうやすやすとは入れてはくれないか。所詮平民の女の子だもんな。気まぐれで助けてみたものの、ダメか。というわけでね、ここまで進めましたが、これは普通に進めた場合の愛者の初期イベント。一応ね、調べたんですよ。調べたところによると、殿下連れ回しの方法、まず殿下に会う前に進行度を 30% 以上に上げる。いや、あれ勝てた？勝てたかな。初期から結構強いクラスにつけないと初期のレベル上げきついかもしれんね。まあ、最初の方ちょっと倒せれば大丈夫になるのかな。とにかく 30% まであそこで成長させ、で、その状態でカクラム砂漠のバガーに負ける。そうするとナイトハルト様が来て、その戦闘に勝ってなんかわちゃわちゃやってたら、いつの間にかバグでいないはずの殿下が仲間にいる。まあ殿下はな、分身できるからな、このくらいはできるようになりますよね。というわけで次回ね、そのあたりもうちょっとちゃんと調べて、ミスがないようにね、進めていきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思ってくださった方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いいたします。5週目もよろしくお願いいたします。